母さんのに連れられて書道教室に行って、でそこでみんなと一緒に字を習ったのが初めて。日本で書道教室を開いたり、作品を作ったり、パフォーマンスをしたり、今回のように世界中でワークショップを開いて書道を広める活動をしています。書道をマスターするためにはとにかく練習するしかないです。練習した人が一番上手くなるというジャンルの技術。